カイナス論第4回は確率変数と期待値ということで、えー、前回何を学んだかというとまずポートフォリオとは何かとでそれはポートフォリオとはこれですねウェイトですよとで足して1になるようなそれぞれの資産資産1から資産2資産 n までの、えー、それらの資産に対する金額がどれくらいのウェイトを占めるかと。 投入する金額のように根気に。それがポートフォリオですよと。それを勉強しましたね。で、その収益率ってどう決まるかっていうと、この、こういうポートフォリオを持った時の、まあ、これの場合、純収益率ですね。単に収益率って言ったら、純収益率の方のことを指しています。で、それどう決まるかっていうと、この2つによって決まるんですね。当然、中身によって決まりますよと。 だから中身を変えて、好みの収益率になるように、ポートフォリオを選ぶわけですね。で、こう、まず中身によって決まると。ウェイトによって決まると。そして、その、それぞれのこの投資先、1、2、n の収益率がどうだったのかと。何パーセント増しで戻ってくるのかと。これらによって決まりますよと。当然、えー、その二つによって決まるんですが、じゃあ式で言うとどうなるかというと、 これですね。資産1へのウェイトに資産1からの収益率かけて2へのウェイトに2の収益率かけてと。で足すと。いいようにして決まりますよと。でこの2つによって決まるんだけど、この ○×○2 で書きましたが、ポートフォリオの中身とそれぞれの資産の収益率と。この2つによって決まるんだけど、 じゃあ、まずこの丸一、あなたは、ポートフォリオの中身については、今期自由に選べるんですね。というのも皆さん、銀行預金にどれだけお金預けるかと、国債どれだけ買うかって選べますよね。だからこれ自由に選べるんですね。まあ、厳密に言うと、あの、実際にはね、あの、 無限に細かい単位で株式買ったりできないんで、ある株式、まあ、例えば資産2としてある株式、トヨタ自動車の株式を0.1単位買う、買って、ウェイトを0.1にするとかできなかったりするんだけど、まあ、ちょっと話をシンプルにするために、無限に細かく変える場合には、10に選べますよね。でただし、まあ条件としては、ウェイトを合計したら、1、つまり100%じゃなきゃいけないですよ、という条件があるんですね。 そして、空売りできる場合には、例えば、資産1が、えー、例えば銀行との貸し借りだとしたら、これマイナスにしてで、お金借りると。そうすると、これを1以上にできますよね。合計を。まあ、そんなの前回やりましたが、まあ、とにかく足して1ですよ、と。だから、この、収益率を決める2つの要素のうち、 ポートフォリオの中身というのはあなたが選ぶものなんですね。じゃあ一方でもう一つの決定要素である個別資産の収益率についてはどうかというと、これあなたは決めることできないんですね。トヨタ自動車をの株式買ったらその収益率がいくつ,いくつになるかというのは あなたが決めることじゃなくて、市場で決まることですよね。また銀行預金の利率が0.001%だっていうのも、あなたは決められないと。そういう特徴があります、一つはね。もう一つの特徴としては、ほとんどの資産では、ちょっと例外をいと例外と言っておいてね、ほとんどの資産では、例えばね、トヨタ自動車の株式の収益率が、いくつになるか。 これは今の時点では分かんないのね。いくつ、数字具体的に32.5%とかね。そういう具体的な数字までは分かんない。けれども、どの程度の収益率なら実現しそうかというのだったら、まあ、過労時で分かると。いうことになるんですね。ですから、まあ、この、分かるのはせいぜい分かるのは、不確かな見込みのみが分かるんですね。だから、この、 収益率についてはあなたは決められないし、ほとんどの資産についてはどれくらいになりそうかと。そういうのしかわからないんですね。まあ収益率が来期マイナス1つまりマイナス100%つまり倒産して株価ゼロになるという可能性はまあトヨタ自動車だったらないだろうと。いうのはなんとなくわかりますよね。また100倍になるだろうと。まあ来期はいくつかって 日次第なんだけど例えば1年後だったら、まあ、100倍にもまあならないだろうと、まあ、そういう見込みは分かりますよねまあたいこれくらいかなとただしピンポイントで、えー、収益率が32.5%ぴったり実現するだろうとそれはわかんないですよねという特徴がありますよねまあ例外としてはあのー、国債とかね預金とか例えば来期満期の国債だったら確実に 特に先進国の国債だったら確実にわかるんですね。まあ、潰れませんので。で、また預金も、まあ、定期預金だったらわかりますよね。1年後の、一年間の定期預金だったら1年後収益率いくつになるかっていうのはもう決まってるんですね。だこれはわかると。ただそういうのはまあ例外的なものなんですね。ほとんどはわかんないと。土地についてもわかんないですよね。1年後の土地の値段がいくらになるかと。それはわかんないと。 ということで、この、あなたが、この、実現したい、この、ポートフォリオからの収益率について、あなたはこっちで決められるけど、こっちはいろいろわかんないこといっぱいなんですね。わかんないし、あなたは決められないし、わかんないと。じゃあ、あなたはどうやってポートフォリオを選ぶかと。このポートフォリオ、ポートフォリオ、ウェイトは選べますよね。これは、 えどうするかっていうと、黒字主体、今期、何するかっていうと、これをですね、自分の好みに、自分の好みを満たすように選ぶんだけど、じゃあ何が好みかと、どういうのを好むかと、言うと、この人そもそも、来期に返ってくるお金が多ければ多いほど嬉しいんですよね。だから、これが、来期の回収額が、好ましくなるように、 好ましい額が返ってくるように選ぶと。いうのは当然ですよね。そうなるし、まあだからそれが基準って言いますよね。来期のキャッシュロー1。まあこれが少しでも大きくなるようにと。好ましくなるようにと。また、それを同時に、来期に判明する収益率が好ましくなるようにと。これも言えますよね。これ同じことね。 この今期に投入する額、これも確定してるんで、これが少しでも、キャッシュローワンが少しでも大きいってことは、これ全体が少しでも大きいってことだからね、2つは同じこと言ってるのね。ということで、えー、この人は、この回収額が好ましくなるように、まあ、すなわち収益率が好ましくなるように、ウェイトを選ぶだろうというようにして、えー、このポートフォリオの中身を決めると。 ただし、これ選ぶ際に大変なのは、この中身を、内訳を決める上で何が困るかというと、この、これは自分が決められますね、このポートフォリオのウェイト。でも、このそれぞれの資産から得られる収益率っていうのは、それぞれ見込みしかわかんないんですね。ってことで、あなたが、 ポートフォリオの内訳、これを決めたとしても、今期の時点で分かるのは、せいぜい見込みしかないんですね。これを決めるんだけど、これはどうなるか分かんない。まあ見込みは分かるんだけどね。見込みぐらいは分かると。ってことで、まあ来期ね、これどの数字が入るか決まったら、この数字出、出ますよね。このポートフォリオが決まってたら、これ10%と。 これ5%、マイナス2%とか、そういうのを決まったらそれ入れれば、計算できるんだけど、今の時点だとどの値が出るかわかんないんですね。でもクエスチョンだよと。ということで、このあなたの収益率、あなたがいる収益率、まあすなわちあなたがいる回収額ですね、来期の。それを決める要素のうち、 決められるものはあるんだけどそれを決めるときにはこっちが何が出るか見込みしか分かんないんですねだからそのかけて足したこの全体もこの左辺のこれも見込みしか分かんないんですねでそのじゃあどういう収益率これ何が実現するかぴったりね11.5%とかねそういうドンピシャの一つの数字 中期率の実現値。これが分かるのは来期ですよね。なのに、今期決めなきゃいけないんですね。この内訳は。それが分かんないにもかからずと。で、これが困るんですね。ということで、この黒字主体は、すなわち今期ポートフォリオの中身を決める際には、 黒自ジ体にとってできることとできないことがありますよと。したくてもできないこと。本当はこれしたいんだけどできないんですね。それは何かっていうと、収益率の実現値が望ましくなるようにポートフォリオを選ぶと。で、これで実現値っていうのはね、この一つの値のことを指しています。来期になって初めてわかる一つの値。32.5%とかね、11.8%とか、マイナス3%とかね。 こういう来期ポートフォリオが何増やして帰ってくるかっていうピンポイントの額が望ましくなるようにポートフォリオの中身を選ぶと。これは当然したいんだけどできないのね。なぜならそれぞれの資産からいくら帰ってくるかわかんないからね、事前には。じゃあ、この人は頑張ってせいぜい何ができるかっていうと収益率、来期判明する収益率の見込み、 どうなりそうかと。これが望ましくなるようにポートフォリオの中身を選ぶと。ウェイトを選ぶと。これがこの人がせいぜいできることなんですね。で、この見込みだったら、本期の時点でもわかるわけですね。どうなりそうかと。こんなことはめったにないかな。100倍になることはめったにないかな。0になることもめったにないかなと。で、どれくらいになるかなと。そういう見込みだったらわかりますよね。 だから、この人は、こっちをするんですね。今期。ポートフォリオの中身を選ぶこと。えー、選ぶときにね。で、じゃあ今日、それをする上で何を学ぶかというと、この確率論の基礎というのを学びます。で、確率論っていうのは、この不確かな見込みですね。見込みを扱う学問。これが確率論なんですね。 で、その基礎の部分を今日学ぶんだけど、えー、具体的には確率変数とは何かという話と確率変数の期待値とは何かというこの二つにまずまあ取っかかりとしてやっていきたいと思います。だからまあなぜこんなことを勉強するかっていうと、ポートフォリオを選ぶっていうのは見込みが望ましくなるように選ぶと。 ということだからですね。だからこの見込みを扱う学問である確率論を基礎から勉強していかなきゃいけないんですね。ということで、じゃあ今日はまず確率変数と確率分布という話をしていきましょう。で、まず確率変数というとは何かという話なんですが、これね厳密に学問的にしっかりやろうとすると、 もう非常に難しいので、えー、それを勉強していたら、ファイナンスの話まで入ってきませんので、もう、まあ厳密にはないけれども、大雑把な、え、解説になります。で、まあ、それは、あの、ファイナンス論を勉強する上では、まあ、それで今のところは十分ですんで、興味があれば、さらにね、話を発展させた勉強をしてくれればいいと思いますが、まずはね、わかりやすさを優先して、えー、まあ、 曖昧というかね、えー、大雑把な説明になることをお許しくださいと。で、確率変数っていうのは、次のような特徴を持つ数を確率変数と言いますよと。で、何かっていうと、まず、何が実現しそうかと。実現し得る値っていうのはもう分かってますよと。そして、それらの値、それぞれの それぞれが実現する確率も分かっているよというものです。ただし、実際にそれらのうちのどの値が実際に実現するか、そこまでは事前には分かんないんですね。というのが確率演数。でね、これ具体的な例を見た方が分かりやすいですね。これからフルサイコロの目、何が出るか、これまず実現し得る値分かってますよね。 1>, 1か2か3か4か5か6ですよね。で、それらの値、それぞれが実現する確率も分かっていると。1が6分の1、2が6分の1、3が6分の1、4が6分の1、5が6分の1、6が6分の1ですよね。分かってますよね。まあ、厳密に言うとまあ、本当は分かんないかもしれないけどね、イカ様の最後ろかもしれないんだけど、まあ一応自分としては、 そう考えられるってことね。それぞれ6分の1だろうと考えられますよね。これを予想する人は。ただし、それらのうちのどの値が実,践実際に実現するかまでは、事前にはわかんないですね。これから振るサイコロ。わかんないですよね。まあ、もうすでに振ってあるサイコロでもいいんだけどね。この、よく時代劇のギャンブルやりますよね。超反爆地みたいなね。サイコロ振って、被せて、 え、半化超過みたいなのあるんだけど、まああれちょっと仮にサイコロ1個の目で、どれか当てるとすると、もうすでに振ってあるんだけど、どの目が実際に実現するかまでは、まあ事前ではないんだけどね、まあわかんないですよね。まあだからそれも確率先生って言っていいですよね。で、えー、この例としてこれからフルサイコロの目やりましたが、あとね、明日、高知市にどれだけの雨が降るかと。これも、 実現し得る値は、まあ、正の値ですね。0から、まあ、どれぐらいだろうね。まあ、厳密に言えば、まあ、無限大かもしれないけどね。まあ、無限に雨降ることはないけど、えー、なんだろうな。高知市に来る雨雲の、プラス、マックスの量かな。で、まあ、とにかく、0からすごい大きい数だよ、と。で、それらの値、それぞれが実現する確率、と。まあ、0%、あ,あ、ごめんなさい。 0ミリ、ロミリの雨が降る可能性は、降水確率がね、例えば20%だったら80%ですよね。どこかでちょっと雨が降る確率が20%なんで、まあゼロである可能性は80%で、まあ、雨降りませんよと。で、まあ何ミリだったら何とか。まあゲームスにはね、このピンポイントではわかんないんだけど、だいたい0から1、ロ よりも大きくて1未満だったら何パーセントかね、まあ、そういう区間でパーセンテージ言うことになるんだけどまあそんな感じで、えーまあ、分かるというか、まあ、予想できますよね。こうするどれだけになりそうかと。今日の天気図だと明日は80%で雨が降らないだろうとかね0だろうと0ミリだろうと、まあ、そんな感じでこれも確率、ね、ですよね。明日実現値が分かりますよね。 で、ファイナンスに近づけていくと、ある資産愛がありますよと。で、来期。来期、まあこれ時点1とすると、来期の価格。まあこんな感じで書きましょうか。上に、上付き文字で資産の番号を書いて、下で時点1を書くと。すると、来期の価格。これは、わかんないんですね。まあ0から、株価はマイナスになりませんのでね。えーまあ、資産とかね。有限責任だと。まあ0から、まあこれも一応、理屈では無限大は、 っていう時は、まあ、一応絶対こんな入りますよ、ね、で、ゼロになる可能性、株価ゼロになる可能性はまあほぼないだろうと。でもまあ0.01%ぐらいかなと。で、今期と同じ価格なのがどれぐらいかなとかね、何ぐらいかなとか、まあそんな感じでできますよね。で、それもそうだし、ってことは、その資産 I を持ったときに、 それを今期 P0 で買った時に、荒収益率いくつになるか。これはちょっとね、配当を考えなければ P0 分の P1 ですよね。何倍になるかですからね。これもわかんないですよね。で、これなんで確率にするかっていうと、この、嵐収益率なんで確率にするかっていうと、これが今期の時点ではわかんないですよね。見込みしかわかんないと。で、こっちはわかんなね。今の、これ今ね。今の株価。これは、 上場している企業だったら公開されてますよね。リアルタイムで公開されてると。いうことで分かるわけですね。だから、このかけた結果も確率点数なんですね。来期どうなるか分かんないから。また、ポートフォリオ。こういうポートフォリオを持ちましたよと。そこから実現する収益率。これも確率点数ね。 まあ、えーまあ、基本的に全額国債とかでなければね、えーえー、来期わかんないような資産を含めていると確率点数になりますよね。ということで、まあいろいろあるわけですね。で、この授業で特に明日かなこれなんだけど、明日、まあこれもそうかな。最終的にこれを分析したいんだけどね。で、ということで確率点数がわかったと。で、こうして、 実現し得るそれぞれの値に対して実現する確率を対応させたもの。これを確率分布と言います。で、もうこれで出会っちゃう方が分かりやすいですので、えー、例えばね、これからフルサイコロの目。で、実現し得る値や,やりましたよね。1から6までと。で、確率分布としては、それぞれの実現し得る値に確率を割り振ります。6分の1と。2も、 6分の1と。3も6分の1。点点点と。ちなみにこれ合計1になりますよね。確率は合計100%と。で、こう表の形で書いてもいいし、こうグラフで書くこともできます。それは横軸にこの確率変数をとってサイコロの目ですね。で、何が実現するかと。1、2、3、4、5、6が実現すると。そしてそれぞれ 確率が6分の1なんでえ、まあいろんな書き方あるんだけどね、こう、これの場合は棒を立ててます。こう丸つけたりする書き方もあるしね、こうやって。まあここでは棒でやっています。で、6分の1ずつですね。これが確率分布です。縦軸の高さで確率を表して横軸で、えー、この確率変数ね、実現値を表すと。いうのもそうだし、こんな例もありますね。例えば、資産 i の来期、時点1の価格、これ。これが、例えばね、100になるか、25になるかと。それが実現終了値だとしましょう。まあ実際ね、えっ、ー、と、資産の価格が2種類になったことはないんだけども、ちょっと話はシンプルにしますね。100か25と。で、例えば、100になる可能性が1 2分の1で、25になる可能性が1 2分の1なんだったら、えー、こう、これは確率分布ね。 ででこういうふうに表で書いてもいいし、グラフでね、こう書いてもいいです。横軸に25か100になるよと。それぞれ2分の1、2分の1ですよと。これが資産の価格の例ですね。で、また、まあ、あるポートフォリオ、ダブルプライムというのを持ちましたよと。で、そうすると、 例えばね、こんな値が実現し得るんですよとしましょう。40%、プラス40%ね。40%増して返ってくるか、10%増して返ってくるか、マイナス25%で返ってくるかと。まあ10%減ですね。20%減と。で、こういう3つの値が実現し得る。そして、確率が40%になる可能性が4分の1と。10が2分の1、マイナス20が4分の1だったら、 この実現しようと3つ。で、この確率をこう棒で書けばいいですね。で、これ真ん中が1も起こりやすいんでね。2分の1で起こりやすいんで、棒が長くなってますよね。まあ、こんな感じで確率変数というのは、えー、これは確,確率変数だし、まあ分布がこうなるよというのが分かったと思います。ですからですね、この人はあるポートフォリオを持ったら、 こん部分になるよと。うん、これ望ましいかな、どうかなと。考えながらそれにするかどうか決めるんだね。これにするかどうか。収益率が望ましいかどうかを決めるんでね。まあそういう話はちょっとやっていきますが。さて、じゃあここでまた確率の基礎の話で、確率変数の定数倍、定数倍というのをやっていきますね。で、例えば例として、サイコロ1回振りましょう。 そして、出た目の2倍の本数のうまい棒がもらえるというような、夏祭りの抽選,会が抽選会があったとしましょう。じゃあここで、サイコロを振る前の時点で、もらえるうまい棒の本数っていうのは、このどちらでしょうかというのを考えてみてください。で一つは定数。まあ定数 ま、非確率変数って言ってもいいんだけどね。まあ、定数。ここではどういう意味かっていうと、実現値が事前に分かっている値を、ここでは定数と呼んでいます。そしてもう一つが確率変数ね。これはその時は分かんないやつですね。事前には分かんない。後で分かると。じゃあこれどっちですかね。ちょっと考えてみてね。サイコロの目。これは確率変数ですよね。今から振るんでどの目が出るか分かんないですよね。じゃあその2倍の うまい棒がもらえると。じゃあそのもらえるうまい棒の数っていうのは、サイコロ振る前の時点で確率点数でしょうかあるいは事前に分かる値でしょうかと。で、これはですね、確率点数ですね。っていうのも、これ、事前に何本もらえるか分かんないからドキドキするんですよね、これ。 最初から、振る前から何本もらえるのって分かんないですよね。分かんないんだったらこのサイコロ振る必要ないですよねあ。分かるんだったらね。分かんないからこそ面白いというのがこのくじですよね。ということでこれ確率変数なのね。じゃあ取り得る値はいくつで、それぞれの値が実現する確率はいくつでしょうか。つまり確率分布どうなりますかというのを考えてみますね。で答えとしてはね、この確率変数に 定数倍すると。定数ってなここで言うと2ってやつね。2倍するの2っていうのは事前に分かってんのね、サイコロ振る前に。もうルールとして、ルールとして説明してあるのね。2倍がもらえますよと。ただこれは分かってんのね。だけど、何に2倍するかっていうと、サイコロの目なんで、それは確率変数なんですね。だから確率変数に定数倍しました。そしてうまい棒の数っていうのは、やっぱり確率変数ですよね。じゃあどんな確率変数かっていうと、 もらえるうまい棒の本数は、えー、例えばね、これ、サイコロ、ちょっとこれサイってっスペース節約で勘書いでますが、サイコロのことね。サイの目が1だったら、その2倍で 2, 2個もらえるんですよね、棒の数。うまい棒の数ね。2が出たら2倍の4もらえるんですよね。3が出たら6がもらえる。4が出たら8がもらえる。5が出たら10がもらえる。6が出たら12がもらえると。ということで、実現しラる値は、2、4、6、8、10、12ですよね。この6パターンですね。 で、それぞれが実現する確率っていうのは、そもそもサイコロの目1が出る確率が6分の1なんで、その2倍の2がもらえる可能性も6分の1ですよね。同じように4が出る確率も6分の1ですね、と。うようにしてこう書けますよね。2、4、6、8、10、12、それぞれが6分の1の確率で実現するんですよ、と。ということで、これ定数倍しても確率変数っていうのは分かったと思います。 でですねこの確率変数も文字で表記することがありますまあ基本的に表記しますでサイコロの目を確率変数 D で表そうとこのダイスの D と考えてくださいねでこの D で表すとこのもらえる棒の数は 2D と書けますよとっていうのもねダイスの確率変数に2倍するんでね 2×d でもいいですよ。2×d でも。こう表記できますよね、と。これあったかもあれですよね。これが確率変数じゃない話みたいですよね。えーまあ、そういう場合文字で表記しますね。2倍したら 2d と書いたりしますよね。同じように確率変数でも定数をかける場合には前に数字をかけて表記するよ、と。で、この例での棒のように、あ,ある確率変数、ここでは d ね、ダイス、えー、サイコロの目。 に定数、事前に分かる数字。これ2倍するっていうのは事前に公開されていると。それを書けた値も確実演数ですよと。実際に何が実現するか分かんないですよね。まあ、ただ確率だけ分かると。だから、この、もらえるうまい棒の数も、こう、例えばね、確実変数 B と表記できますよね。まあ、B でも何でもいいんだけど、棒なんで B でもいいし、バーなんで B でもいいし。で、まあこれをね、確実演数 B と書くんだったら、 じゃあ、この B と元の確実変数の関係はあ、こう書きますよね。ダイスに2倍した値を表す確実変数が、この B という確実変数ですよ、と。ようにして、こう表記します。だから、普通の文字と同じようにやってくださいってことね。確実変数なんだけど、確実変数じゃない変数のように、えー、表記しますよ、と。じゃあ、具体的に例やってみますね。 例えば、資産愛の来期の価格。これね。これの実現値は、次の確率分布に従いますよ、と。あ、これさっきやったやつですね。えー、確率1 2分の1で100になりますよ。確率1 2分の1で25になりますよ、と。で、グラフで書けばこうなりますよね。25が1 2分の1、100が1 2分の1と。 じゃあ、ここで、今期の価格が50としましょう。で、配当も0としましょう。そうした場合に、資産 i の粗収益率の確率分布はどうなるでしょうかという問題です。で、えー、あら収益率っていうのは、p0 分の、ちょっと相性略ね、p1 ですね。 ちょっとあの、配当があれば、プラス D、一株あたりの配当を足してやるんだけど、まあちょっと配当なしとしましょうね。まあ、今日の授業は全部配当なしと考えています。ても、て言ってもいいし、まあこの P1 っていうのはもう配当を加えた数字と考えてもいいしね。配当を加えた値を P1 と書きますよと言ってもいいしね。価格と配当の値をね。まあとにかく、えっ、ー、と、配当はちょっと無視しましょう。で、そうすると、この、荒らしを生率の確率分布どうなるでしょうかと。 いうのを考えてみますね。で、まずですね、これ、100になる可能性2分の1ですよね。100になったときには、荒らしをきです、いくつでしょうか。今期50のものが100になったんですね。ってことは、ここは50分の100ですよね。50が100になりました。つまり2ですね。 じゃあ25になりました。今期50のものが25になりました。ってことは0.5ね。で、これじゃあ、この P0 と P1 を使って表すと、原キリ率っていうのは、 p1、まあ、3i なんでね。かける p0i 分の1ですね。ですから、ま、これは50分の1でしたよね。こうかこうかな。50分の1かける p1i ですよね。これって、 確率変数ですよね。これ定数。これ確率変数ですよね。ということで、これ、確率変数に、これね、来期何が実現するかわかんない値に、50分の1という定数をかけた値ですよね。だからこれ、さっきのね、うまい棒と同じですよね。サイコロの目に2をかけたのと同じですよね。で、来期の区画はわかんないから、 実現値が分かんないんですね。2か0.5かと。ということになりますね。じゃあこれ文法 A で書くとあ、特に横軸がこの揃える必要はなくて、えー、まあ、こう、同じ位置に書くとすると2、20.5が2分の1、2分の1ですね。こんな感じになりますよね。 ということで、この問題から何がわかるかと。来期の価格、P 値が確実にわからないような資産、I の嵐収益率っていうのは、来期の価格は、まあ、定義に従えば、えー、嵐受け率っていうのは、価格の比ですよね。まあ、配当がない場合ね。 っ言ってもいいし、まあ、こ、こ、これに配当を足した後って考えてもいいしね、これは。来期の科学に。で、こうなるんで、ちゃんと分けると、えー、p0 分の1、ここ。これ今分かる定数ね、50分の1ね。今期の科学分かってんでね。今買うとき分かってんですね。じゃこれ分かんないですね。来期何が実現するか。ってことで、これはやっぱり確率変数。確率変数の定数倍。これね。定数倍なんで、確率変数なんですね。 ということで、なんで嵐ギリスって確率変数になるのかっていうと、もう簡単に言えば来期の価格は分かんないからですね。だから来期の価格は分かんないから、今期買ったら何倍になるかっていうのが分かんないんですね。価格が何倍になるか分かんないと。いうことが分かりますね。ということで、確率変数の定数倍は確率変数ですよと。で、分布もこうやってね、そのまま出せますよと。いうのが分かったと思います。 じゃあ次。確率変数に定数を足しましょう。事前に分かっている値を足すと。それは確率変数でしょうかというのを考えてみますね。で、また商店街の抽選会をやりますね。サイコロ一回振りましょう。で、出た目プラス1個の飴がもらえるような抽選会があったとしましょう。 さて、ここで、サイコロを振る前の時点で、もらえる飴の数っていうのは、確率円数でしょうかあるいはもう事前に分かる値、定数でしょうかと。どっちですかね考えてみてくださいね。で、これ、当然、確率円数ね。まあ、だからこそ、ドキドキするんですよね。これから何が出るか分かんないと。 で大きめ出ろうと言って、サイコロ振って、大きめ出たら嬉しいと。小さめ出たら悲しいと。ですが、まあそれ振る前の段階では分かんないのね。で、このもらえる雨の数っていうのも確率変数ですよと。で、サイコロ1が出る可能性は1 6分の1なんで、それに1を足したもらえる雨の数に、これが1 6分の1で起こるんですよね。同じく2が出たら3個もらえるんで、 3が実現する可能性も6分の1ですよと。まあ、こんな感じで。実現しうる値は、2、3、4、5、6、7ですよと。で、それぞれが実現する確率は6分の1ずつですよと。ということで、確率点数。この場合、ダイスの数字ね。一定数。これ、1ね。これを加えると。 そして出たもらえる飴の数。これは確率変数なんですね。ってことで、確率変数と定数の和をじゃあ文字で表記してみますね。で、また同じくサイコルの目を確率変数 D で表しましょうか。そうすると、もらえる飴の数。 ここでは D に1を足した値をもらいますんで、D 足す1と書けますよね。で、この D 足す1って、これ何かっていうとこれ、確率変数なのね。定数じゃないですよね。で、この例でのアメの数のように、ある確率変数、ここでは D、ダイスの目の数に、定数を加えたり引いたり、これの場合1を加えるのね。こうした値も確率変数で、 えー、確率変数になるんですよ、と。で、えー、表記ですね。また同じく確率変数なんで、この雨の数、例えば C とか書けるんですね。キャンディーの C とか書きましょうか。そうしたとき、この二つの関係っていうのは C とね、キャンディーの数とダイスの数の関係っていうのは、キャンディっていうのはダイスに1を加えたものなんですよ、と。ようにして書けるんですよ、と。ということで、これ、あのー、文字と同じように書けるって話ね。確率変数じゃないような、 文字変数と同じように書けるんですよと。まあ書けるというか表記するんですよという話です。じゃあ確率変数に定数を加える例をファイナンスの話に当てはめてみますね。例えば、資産 i の荒収益率 ri と、お文字のあるね。 これの実現値は、例えばね、2が2分の1の確率で実現する。まあ、つまり、倍になるってことね。日常用語で言えばね。0.5が実現する可能性。まあ、日常用語で言えば半分になるって可能性ね。これも2分の1ですよ、と。で、この下の i は、だから、確率2分の1で倍になって、確率2分の1で半分になると。そうしたら、これはこんな分布で書けますよね。さっき、まあ、これ書いたけどね、さっき。こういうやつね。 じゃあ、順で書くとどうなるかと。この資産 i の順収益率は、どう書けますかと。また分布どうなりますかと。で、どう書けるかは、これも定義次第、定義通りですよね。ri-1 ですよね。こう書けますよね。だから、マイナス1を足したって言っていいですよね。定数を加えたんですね。確率ン数 r に、 定数マイナス -1 を加えたと言ってもいいしね。定数1を引いたと言ってもいいし。だからやっぱり確率変数なんですね。じゃあ実現値はどうなるでしょうかと。言うと、これ1ですね。これはマイナス0.5ですね。まあ、順で言うと、で解答が分かりやすいかもしれないですね。100%と100。100%増し。50%減と。 ということですね。で、これをグラフで書くとすると、ちょっとね、これの場合にはね、あの、体が似てるので、揃えましょうか。こう0としましょうか。そうすると、えー、っと、このあたりかな。二分の1で1と。で、二分の1でマイナス0.5と。こう1個、横に移動しますよね。こう、1分ね。 ということで、その、嵐利益率が分かんないんだったら、純収益率も分かんないのね。確率変数なんですよ、と。さて、最後に、確率変数の定数倍と定数和の組み合わせという話をしていきますね。でも、これ、すでにね、これ、 定数を引いたって言ってますけど、これもともと R っていうのは確率数、確率数 P1 から出したやつですよね。ですからね、もうこれすでにね、実は P1 の、P1 に定数をかけて定数を加えてるんですね、この順、収益率っていうのは、これは。まあ、そのことをやっていきますけども、定数をかけたのが、 これですね。定数かけたらこれになるし、さらに定数を加えたらこれになるんで、結局、P1 が確率変数だとすると、そこから出した順周期率っていうのは、定数をかけて定数を加えてるんですね。という話をやってみましょう。で、えー、確率変数 X を考えますね。でそれに、定数 B をかけましょう。 かけてから定数 A を加えましょう。それも確率変数となります。で、それはこうかけますよと。あ、そのまま文字と同じようにね。定数 B をかけて定数加えてるよと。いうことで、じゃあ実際にこのファイナンスの例でやってみますね。で、定数倍と定数は。で、まず、今期の価格は当然分かってるのね。50と。 で、来期の価格は分かんない確率変数ですよと。こんな分布します。確率1 2分の1で100になって、確率1 2分の1で25になりますよと。そして、ハイトは0としましょう。ただ、ハイト考えなくていいと。じゃあ、この P1 から、順収益率を表す確率変数の分布を出せと。いう問題ですね。 で、これさっき書いたけども、まず、この p1 確率点数に定数をかけるんですね。そうするとこれ、嵐有機率になりますよね。つまり、今期の価格は50ですんで、50分の1をかけてるってことですよね。そうしておいてから、マイナス1を加えると言ってもいいし、1を引くと言ってもいいしね。定数を加えてるんですね。だからこれまさに定数倍。 50分の1と定数はプラスマイナス1ですね。になってますよね。じゃあこれどうなるかというのを書いていきますね。じゃあまず。これだと。これ 50, 割るあ50分の100は2ですよね。まあ、倍になるってことね。1引いたら1と。 これさっきやったやつと同じなんだけどね、えー。これをいきなり R からやるんじゃなくて P から計算してるんですね。1.0って書いた方がいいかな。で、マイナス0.5。まあ、単純に小数点以下の桁を揃えてるだけね。で、こうなってますよね。だから、ま、これ、例えば、今期の学が50で、来期の学がこういう分布の場合には、そこからこういう順周期率の分布が出るんですね。で、それをグラフで書くと、 ちょっとね、あの、次の問題の質問を左側に寄せてください。マイナス0.5で2分の1で1.0が2分の1と。こんな分布になりますね。じゃあ次の問題皆さんやってみてください。じゃあもしも、今期の額50じゃなくて40だった場合と。 ただし、来期の P 値の分布は変わんないです。これは変わんないです。ただ、そういう来期、こういう値が実現するような資産をより安く変えましたと。40ですよ。さっき50だったのが。もっと安いですよと。そうしたら、純収益率の分布どうなりますかと。また、純収益率っていうのは全問と比べてどっちが高いですかというのをやってみてください。じゃあまずここにね、数字入れて、これ分布書いてみてください。 で、どちらが高いかっていうのは、まあ、つまり、この分布全体が右にシフトしてるのか、左にシフトしてるのかっていう話ねで。右にシフトしてるんだったら、より高いのね、この p、p コール40の方が。左だったら p、p コール50の方が高いってことですよね。ということで、じゃあやってみてください。はい、じゃあ、答えいきますね。で、40、まあこれ入れて、計算すればいいんですね。これ100入れたら100、100割る40になって、 2.5になって1引くんで1.5とで。同じように25入れたら、マイナス0.375ですね。で、グラフで書くと、マイナス0.375が2分の1で、1.5が2分の1ですね。ということで、これ、 今期の価格が安い時より、高い時よりも安い時の方が、こう右側にありますよね。こう右にあるんで、前文よりも、今期の価格が安い時の方が収益率は高いってことになりますよね。っていうのは、まあ、直感的に、まあなんかあれと思うかもしれませんが、まあこれ例えばね、0期、1期で、P とすると、例えばね、今期の価格が一定なんだったら、 これね、来季低い時よりも高い時の方がこう倍率高いですよね。今期の価格が一定なんだったら来季の価格が高い方が収益率高いと。これはわかりますよね。で、ここではですね、この逆に来季の価格を固定しておけば今期の価格が高い時よりも安い時の方がこう倍率高いですよね、と。だから40の時の方が50の時よりも こう、上に高くありますよね、と。いうことを言ってるんですね。まあ、こっちがね、確率変数なんだけどね。まあ、どっちが実現した場合も、p コール100は実現した場合も、25は実現した場合も、えー、より傾きが急になってますよね、40の方が。というのが、ま、この話です。で、この問題から何がわかるかというと、まず一つ目。まあ、これはさっきから言ってですね。この、順周期率っていうのは、この、荒らし率出して1を引くと。 これなんだけど、書き直すと、これこう分解しようか、これと、これとね。そうすると分,分数かける、この確率変数ですよね。で、これは定数ですよね。今期の額は分かってるんで。だから、定数を確率変数にかけて、で、このマイナス1という定数を足してるんですね。というので、確率変数。つまりね、これ P1 の定数倍、P0 分の1。 に、係数はマイナス1を足すと。なので、確率変数なんですよ、と。いうのはわかりますよね。だから、なんでそもそも、順周期律って確率変数なのかって言ったら、その計算の元となる、来期の価格はわかんないからですね。これね。で、また、えー、この、二つ比べてみてわかったのは、えー、 来期の価格の分布が変わらないとしましょう。変わんないってどういうことかというと、この、この分布とこの分布同じですよね。これは同じなんだけど同じだとしても、今期の価格 P0 が安いほど資産 I の収益率は高いんですね。つまり、これがこう安くなると収益率は高くなるよと。 言ってもいいし、逆に、今期の価格が高いほど、資産愛の収益率は低いって言ってもいいね。これは逆に、下側を基準にして、高くなると、収益率は下がりますよ、という話ね。っていうのがわかると思います。当然、だからね、来期同じ額もらえるんだったら、今安い方が、倍率バーンって高くなりますよね。儲かりますよね。あ、そのことを言ってんだね。 ということで、えー、確実点数の基礎が分かったところで、えー、ここで、じゃあ、黒自治体は、ポートフォリオ、つまり、ウェイトをどう選ぶかという話を考えていきますね。で、この人は、ポートフォリオをどう選ぶかっていうと、黒自体が分かるのは、こういうポートフォリオを持ったら、こういう分布の収益率が得られるよと。別のポートフォリオを持ったら、別の分布の収益率が得られるよというようにして、どのポ、どういうポートフォリオ、どういうウェイトにするかによって、 得られる収益率の分布が変わっていくんですね。収益率の確率分布ね。例えば、まあ、ある持ち方したら、あ、このね。例えば、ある持ち方したらこんな感じになりますよ、とかね。収益率、こういうポートフォリオを持ったら、収益率の分布はこんな感じになりますよ、と。で、これ別のやつ持ったら、その別のやつは違う分布するでしょうね。例えば、もっとね、真ん中変わんないけどよりばらつきよ、うとかね。 そうやって持つポートフォリオを変えると、この分布が変わってくるんですね。それ実際出してみるっていうのは、まあ次回以降やっていきますけども。こうやって、黒自主体は、例えばね、複数の確率分布を見せられたら、それらの間で優劣をつけるんですね。こっちの分布とこっちの分布だったら、あ、こっちの方がいいなとで。これ簡単なんだったらね、1個の値だったら簡単だのね。100円もらえるのと200円もらえるのどっちがいいのって言ったら、それ200円もらえる方がいいですよね。 2倍になるのと3倍になるのどっちがいいのって言ったら3倍になる方がいいに決まってますよね。それはもう実現する値が分かっている場合。でも分かんな場合、かんない場合には分布しか分かんないんですよね。っていうことは自分が現在得られる精一杯の情報である分布を比較してどっちの分布がいいかなって選ぶしかないですよね。ということでこの人は、例えば確率分布の、収益率の確率分布を複数見せられたら、うん、これとこれだったらこっちがいいかなというようにして優劣をつけるわけですね。 例えば、この収益率 R' まあ、こんな分布と、r ム、例えば、こんな分布だったら、うん、こっちがいいかなと。好きな分布してるのはこっちかなと。ようにして、こう選ぶんですね。で、こういう好みを持ってるはずだろうと。そして、まあ、当然それはね、好み、どういう好みを持ってるかは人によって違うゆるんだけど、 まあそう好みを持ってると。じゃあ黒自治体はどうやってポートフォリオを選ぶかっていうと、このあらゆるウェイトを考えるんですね。例えば国債ばっか持つポートフォリオとかね、株ばっか持つポートフォリオとか、こういろいろ考えて、いろんなあらゆる組み合わせを考えます。でその組み合わせに応じて、実現するポートフォリオの収益率の分布が出るだろうと。これを選んだ場合ね、このウェイトを選んだ場合に、ね、はこういう分布になるだろうと。 こういうウェイトを選んだ場合にはこういう分布になるだろうと。いうようにして、分布をすべて求めるだろうと。そしてそれらの中で、これらの分布の中でどれが一番いいかなと選ぶんですね。で、その中で、例えばね、あるこんなのがあって。よし、こんなんだったら俺、じゃあこれ、この分布が一番いいやと。ダブルアスタリスクと。だったらそれを生み出すようなウェイト。 これを持つだろうと。いうように考えるんですね。こうやってあらゆるウェイトを比べて、あらゆるウェイトが生み出す分布を全部出して、でその中でどれが一番いいかなと。その中でこれが一番好みなんだったら、これね。それが好みなんだったら、その分布を生み出すようなポートフォリオ。これを今期持つだろうと。いうふうに考えるんですね。 じゃあ、この間でどうやって比較するんでしょうかと。このポートフォリオの分、えー、ごめんなさい、収益率の分布の中で。で、最、えー、も,もらしい基準はいくつかあるでしょうが、この授業というか、まあ、このファイナンスの話では、よくやんな二つの基準ですね。一つは、自然な基準の一つとしては、来期いっぱいもらえる傾向がより高いと。 そういう分布ですね。多くもらいやすい分布ですね。いくらもらえるかわかんないんだけども、まあ傾向として多くもらえるという分布ですね。つまり、収益率の分布、これが平均的に高い分布を好むだろうと。まあこれは自然ですよね。まあ、もらえるかもしれないし増えるかもしれないんだけども、まあ平均的にはより高い方がいいよね、という分布。これがいいというのはまあ自然ですよね。 じゃあこの平均的な値って何かっていうと、これ確率論で言うとですね、期待値と言います。だからね、これに対応するものとして、確率論の語で言うと、どの収益率の分布が好みなのかを判断する際の基準の一つ目。一つ目としては、確率円数の期待値というのを使います。使うと考えます。まずこの期待値は、まあ、要するに平均ですね。平均的にいくらもらえるかと。それが高い方がいいよねと。 っていうのが、えー、一つの基準ですね。ということで、この期待値っていうのを使って収益率を判断していくんだけど、えー、じゃあ、確率変数の期待値とは何かというのを残りの時間でやっていきますね。で期待値って何かっていうと、確率変数いろんな値取り入れますよね。で取り入れるそれぞれの値に、それが実現する確率をかけましょう。そして合計しましょう。それが期待値です。 まあこの授業ではね、この取り得る値がね、あの有、有限個しかないケース考えてるんで、まあ、それは、これやるん味ね。あの、無限に細かい値取り得るとかなると、ちょっとね、この積分とか出てくるんだけど、まあ、そういうのはちょっと、えー、まあ、大変なんで、皆さん勉強するのはね、まあ、ここでは直感を理解してほしいので、取り得る値、それぞれの値に実現する確率かけましょう。で、足しましょう。それを期待値と言います。 で、これだとちょっとね、計算の手続き書いてあるだけで、それが何意味するのか分かんないと思うんですが、これはですね、何を表すかっていうと、確率分布の図書きましたよね。横軸に実現値書いて、縦軸に、ね、こうやって確率書いてよと。この図における真ん中、あるいは重心に該当します。で、これ例えばね、例として、サイコロの目いきますよ。1、2、3、4、5、6が実現しうる値で、 確率は全部6分の1ですよね。で、じゃあこれ、えー、っとね、例えばね、これ、板があって、こう、重りが6分の1の重り、こうある、ついてるとしましょう。じゃあどこでバランス取れるかっていうと、こうですよね。3と5の間ですよね。まあ、だから重心って言ってんだけども。だからこれ、期待値3.5ね。で、グラフから見れば、まあ、こう3.5ってわかるんだけども、これで右と左のバランス取れてますよね。こっちとこっちの。 ですが、計算の手続きとしては、実現値に確率をかけたら、6分の1になりますよね。2かける6分の1は、6分の2と。3かける6分の1は、6分の3と。こう計算していって、これを全部足しましょう。足すと、3.5になります。これが期待値なんですね。で、こういう手続きで計算すると、このさっきのこのシーソーみたいな、この上に、 重りが乗ってるって考えた時のこの重量のバランスが取れる点になるんですね。これを期待値と言いますよと。ということで、この確率分布の真ん中あるいは重心に該当しますよと。でつまりですね、確率円数の実現値として平均的に予想される値を意味するんですよと。といってもね、これ平均って言ってもこの値が実現するって言ってるわけじゃなくてね、例えば、 3.5っていうサイコロの目ないですからね。ですがまあ3.5。まあこの真ん中のあたり。3.5ぐらいが実現するって言っていいですよね。3.5は実現したいんだけど、平均的には3.5になるよと。そして、例えばね、確率変数 R というものの期待値っていうのは、この E と。これでこう、関数みたいなのでかく、囲ってこう書きますよと。 いう表記を覚えてください。この E ってね、期待値、expectation って言うんでね。それの E ですね。じゃあ、計算の仕方で言うと、ダイスの目、確率変数 D の実現値がこれで、確率がこれなんで、まあ、計算の仕方やったんで、3.5という期待値が計算できて、それは、 e のこのダイスの期待値なんでね、e の d と書けようと。いうように書けますよと。じゃあ、残りの時間で、えー、練習問題6、7、8をやってもらいましょう。で、このグラフ、この各 p の期待値はいくつでしょうかと。6ですね。で、7、8と。 それをやってください。元となる価格の期待値と、純収益率の期待値と。まあ、これの場合には、価格が50だった場合ですけどね。50だった場合の純収益率の、今期の価格が50だった場合の純収益率ですね。で、また別のポートフォリオ、こんなポートフォリオありましたよ、と。その期待値どうなるでしょうか、と。いうのを、計算しましょう。で、ちょっとね、じゃあ先に電卓の使い方一応教えとくかな。これを例にして。はい。 で、これ、えー、どう計算するかっていう話ですが、これね。まずですね、えー、1かける6分の1を計算しますが、1る6分の1を計算して、これはですね、メモリに足すんですね。で、2る6分の1、まあ2、2÷6 ってやって、メモリプラスってやって、最後、リコールメモリでいきますよね。やってみましょうか。 で、まず 1÷6 ね。1÷6 と。えー、1÷6。で、このメモリプラスね。あ、ここにね、最初はメモリ辛いなっていうのを確認してね、メモリープラスと。でこれ1.6666ってメモってから大変ですからね。で、次。2÷6、えー。 二割る六メモリープラスと。はい、三割る六と。三割る六。四割る六と。四割る六。 5÷6 と5。5÷6。6 6 6で、6÷6 と。6÷6。で、これで全部足しましたね、メモリーに。で、最後、リコールメモリーすると、このね、全部これ、6個の数字を足したものが、 入るはずです。えー、メモリーリコールすると、3.4999999。まあ、3.5ですね。ちょっと、あの、最後、丸目が入っちゃうんでね、あの、死者5人入っちゃうんで、ぴったり来ませんけども、3.5というのが出る,出るはずですね。出るわけですね。ということで、まぁこんな感じでやってみましょうか。それではやってみてください。最後ね、あの、このグラフのところにこう、 ここいくつになるかねこのバランスが取れる点いくつですかと期待値ですね。じゃあまず練習問題6いきますね。えー、っと、まず実現値かける確率、つまり 100÷2 をすれね。百割0をすると。で、えー、っとね、これ一旦クリアしてね、このメモリークリアして。で、100÷2 とメモリープラスと。5G ですね。 で、次が2 5る2ですね。25÷2、12.5と。まあ,あ、そのまたしてもいいけどね、62.5ですね。電卓で1を見ると、えー、メモリーリコールすると、62.5というのが出て確認できましたよと。 で、グラフで言うと、ここに62.5。はい、二点五というのは、待値になりますよと。はい、じゃあ、今度の7いきましょう。電子問題七と。これの場合には、えー、この分布で期待値出すよって言ってもいいしね。えー これ p が、p0i が50だった場合の純守技率の分布ですよね。まあ、それから出してもいいんだけどね。まあ、それを計算し終わって、こういう分布するとしてやってみてください。で、まず1、1÷2 ですね。1÷2。まあ1、1る2分の1でもいいし。 1割る2とで、メモリープラスと0.5ですね。次はマイナス0.5割る2ですね。これでは1.5割る2をやって、メモリーマイナスをしましょう。マイナス0.25ですね。 だから0.25引いたんで、リコールメモリーで0.25ですね。ですから、この中心部、ここになりますよね。 というのが、まあ、ある意味、個別資産の収益率ですね。個別資産の価格をもとにして計算した個別資産の収益率を出したと。じゃあ次。じゃあ何らかの、こういう個別資産を組み合わせて得られたポートフォリオの収益率はこんな文法をするとしましょう。こういうポートフォリオを持ちましたよと。まあ、ちょっと中身はともかくね。えー、まあ、こういう文法をするとしてください。じゃあ実際に次回以降。 このポートフォリオとこのポートフォリオをあ、ごめんなさい。この資産とこの資産をこういうウェイトで組み合わせたらこんな分布になりますよねっていうのは次回以降やってきますので、まあ、今はとりあえずね、こういうポートフォリオ、ダブルプライムっていうのを持ったら、こういう分布、こんな分布になりましたよと。そういうもんだと思って、これの、えー、期待収益率を出、えー、いいですね。期待収益率ですね。収益率の期待値を出してください。まず、 0.4÷4 分の1ですね。0 4かける4分の1か。あるいは 0.4÷4。まず、さっきの計算結果消しましょうね。このメモリー残ってると、計算結果残っちゃってるんで、クリアしますね。0.4は0.4でいいですね。0.4÷4 と。で、メモリープラスと。0.1ですね。 次は 0.1÷2 ですね。0.1÷2 メモリープラスと0.05ですね。最後はマイナス 0.2÷4 ですね。それを加えると。0.2÷4 を引くでもいいですね。 0.2割る4。じこれで引くなんでね、メモリーマイナスですね。で、0.05。マイナス0.05で、まあ、例えば0.1と上がるけどね、えー、一応確認すると0.1、まあ、桁揃えようか、じゃあ、0と。まあ、10%ってことね。 で、えー、リコールメモリーで、メモリーリコールで0.1というのが出て確認できましたと。ということで、ここがバランスが取れる点ですね。期待値10%と。収益率の期待値が10%って言っても一番期,期待収益率って言ったりもしますね。 ポートフォリオダブルプライムの期待収益率は10%であるということですね。ということで、えー、今日のまとめいきましょう。まず、確率変数とは何かと。で、それは実現しうる値が分かっているよと。そして、それらが実現する確率が分かっている変数のことを確率変数と呼びます。 でえー、確率円数を定数倍しましょうと定数っていうのはもう事前にそ,、えー、その確率円数の実現値が分かる前の段階でもうでに分かってる値ね定数っていうのはそれを定数倍してもまた定数を加えてもやっぱり確率円数ですよとなぜならさっきのね商店街のサイコロの目みたいに元となる値が何実現するか分かんないからそれに何かかけて何か足した値っていうのも分かんないんですよね で、それは、このファイナンスの話で言えば、えー、収益率が分かんない理由ですよね。今期の価格は分かっても、来期の価格や、まあ、来期の配当もですね、が分かんないので、えー、収益率は事前に分かんないんですね。だから確率点数ですよ、と。そして、人々は、えー、黒字治体っていうのは、今お金が余ってて来期に持ち越すと。 で、じゃあどうやって持ち越すのかというので、ポートフォリオを考えるんだけど、実際に何が実現するかっていうのは分かんないんですね。見込みしか分かんないと。で、その見込みっていうのはこの確率分布で表されますよと。何がどれくらいの確率で出そうかと。そういう分布ですよね。で、つまり、まあ、回収学の分布に好みを持つんだけど、まあ、それつまり、つまりね、収益率の分布を持つのと同じね。好みを持つのと同じと。というのもね、回収学に、 定数かけて、定数引いたのが収益率ですからね。まあ、こう書くと、まあこれがわかんないんだけど、これに、これをかけて、定数をかけて、定数を足したのが収益率ですからね。やっぱりこれもね、こっちがわかんないから、こっちがわかんないって言ってもいいしね。まあとにかくこの確率分布に対して、 人々はそれぞれ好みがありますよと。で、みんなその好みに従って、ポートフォリオの中身を選ぶんですよと。いうわけですね。で、今日やったその好みの基準の一つというのが、期待値というものですね。収益率の期待値と。つまり平均的に何倍になって、何倍じゃないか、何倍になってだとあらですね。順だと何パーセント増えて帰ってくるかですね。平均して。 ということで、えー、期待値っていうのが大事になってくるんだけど、じゃあそもそも期待値とは何かというと、実現しうる値。まああ、確率変数なんでそれぞれ分かってるんのね。実現しうる値は。で、確率も分かっていると。だから、それぞれの値に確率をかけて合計するんですよ、と。それが期待値になります。そして、確率変数の期待値っていうのは、まあ、シーソーのような、矢印のような、まあ、ああいうので考えると、 まあ重さの中心ですね重心に該当するんですよとそしてポートフォリオの中,部中身を選ぶ際の判断基準の一つですね複数の分布が収益率の分布があったらその中でどれが好ましいか選ぶんだけどじゃあその判断基準の一つが期待値が高いほど望ましいよねというのがその一つなんですねでまあこれはおそらく誰もが同意するんじゃないですかね で、次回やるもう一つの基準というのが、結果が不安定なほど嫌ですよ、というのがもう一つの基準ですで。例えばね、同じ期待値なんだったら、こんな分布よりも、期待値同じなんだけど、こうばらける分布の方が嫌ですよ、と。あ、それはハイリスクってやつなんですねで。それを次回勉強するんだけど、そのリスクを表す尺度として、分散とか標準偏差というのを扱っていきます。それが次回以降ね。 ですが、ま、今日はとりあえずこの真ん中、期待値が高ければそれはいいよね、と。いう話をしました。はい。ということで今日の話は以上で、えー、次回の金曜日は、休校をさせてもらいます。で、えー、ただし、締め切りは金曜日の9時20分に設定します。課題のね。だからそれまでに出してください。課題出されたら、あの、解説の動画出しますんで。で、次回は、だから授業としては次回、来週の火曜日になると。 で一回だから歩行をさせてもらいますということで今日は以上です